ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、アキです。何をするのかね。今回はスマジャーです。スマージャー？スマージャジャ。スマージャじゃないのかな。一応英語読みのスマジャーにしておきます。原作だと2号機関車となってるのですが、いろいろ複雑なので今回はテレビ版に準じています。トーマスが語る昔話の中のデュークの昔話という劇中劇的な構造のお話ですね。キッズにはわかりにくいよ。伝聞の伝聞が時間の奥行きを感じさせます。スマジャーは荒っぽい走りで脱線ばかりしていたので、怒った支配人に発電機にされてしまいました。トラウマかい。だからトミーさんがなかなか製品化してくれないので、スマジャーを各プラで再現するという妄想を動画にしてみました。ペイント&クラッティング。さてウィキによると、スマジャーはレニアスを緑色に塗る、形状は同じという解釈でよろしいでしょうか。よく見ると塗り残しがあるお。窓の縁が赤いですね。顔は違うよ。そうだね。基本的には緑に塗るというだけですが、顔だけ新規で作ってみました。今回は怒り顔とやらかした顔を作ってみます。鼻筋が通っていて結構イケメンなのですよね。笑ってる顔もあるよ。ちなみにスマジャーの笑顔バージョンはデュークのボディに取り付けられて、勇敢な戦士バートラムに有用されました。暗くて色がわかりにくいのですが、うんちみたいな色ですね。プリントして色を塗ってみます。レニアスの顔は直径およそ 11.5 ミリくらいなので、サイズ的にメリハリをつけて少しデフォルメしています。さて各プラのレニアスなのですが、友達図鑑のものはシールで簡約化されています。古いものはちゃんとモールドが彫られているのですよね。やはり昔の各プラの方がクオリティが高いです。印刷が綺麗。再販は嬉しいのですが、クオリティを保っていただきたいです。だからトミーさんよろしく。各プラのレニアスは絶妙なデフォルメです。かわいいね。今回はクリアラメのレニアスを入手できたので、こちらを使用してみます。中野ブロードウェイ。2017年のクリアバージョンはまだ中古でゲットしやすいので、持ってない人は探してみてください。印刷のところはそのまま活かしてマスキングしてみました。下地にグレーグリーンを塗って、さらにグリーンを塗ります。デフォルメしたら顔が大きくなってしまいました。誤算のださん。作り直します。これだけだとちょっと寂しいので、発電機の小屋もストラクチャーっぽく作ってみました。ただ各プラのサイズに合わせると小屋が大きくなってしまうので、サイズ感が統一できなくて難しいですね。ダサン。もうちょっとデフォルメしたいところなのですが、今回は雰囲気のみでご了承ください。レンガの壁だお。レンガの作り方はチョコレートのモデリングなどで検索するとたくさん出てきますよ。他力本願だね。後から思いついたんですが、観覧車ストラクチャーを使って発電装置に改造できないですかね。豆電球を光らせるとか。次回の案件とします。作りなよ。ところで実際の蒸気機関の発電機ってどんな感じなんですかね。実際には車輪も外されているのでしょうね。ちょっと気の毒になってきたので車輪はそのままにしました。プラレールの1枚をはめ込んで固定します。それもなんだかかわいそうだよ。床や壁はレジンだと歪んでしまうので FDM PLA で作り直しました。想定外ですが、表面のガタガタがレンガっぽくて良くないですかね。ごさんとださん。屋根はトタン屋根っぽくしてみました。組み立ててみたのですが、他のストラクチャーよりも大きくなってしまってバランスが悪いので、また次回の案件としたいと思います。作れよ。バイトが終わったらね。一方、それを横目に見ながら仕事をするデュークの車両を考察してみましょう。車両編成は普通の貨車と、それから D ヒュージットガンパウダーワゴン。鉱山鉄道のダイナマイトを運ぶ貨車です。ガンパウダーワゴンというのは火薬運搬車のことですね。こういう細かい作り込みが人形劇トーマスの魅力ですよね。モデリング的には作成した文字を押し当てて凹凸にしてみました。プリント設定がベストではないのですが、いろいろ試行錯誤しています。あと簡易工作で、交尾車も作ってみたのですが、いかがでしょうか。この側面の出っ張りって何なんですかね。窓みたいのがついていますが、
手窓みたいなものですかね。それとも中に何かメカが入っているのでしょうか。知ってる人がいたら教えてください。表面処理が大変なので、汚しっぽくしてごまかしました。適当。実物もオンボロなので、許して。とりあえず完成。ちょっとまだ改良の余地があるのですが、とりあえず完成です。車両番号が識別できなかったのですが、知ってる人がいたら教えてください。今回、制作にあたって、スマジャーのお話をもう一度見直してみたのですが、やはり昔のトーマスの方が、断然面白いですね。可愛らしい機関車の描写、ということだけではなく、朽ち果てていくものの姿、形があって壊れていくものの姿も、同じように淡々と描写しています。善も悪も、ポジティブなこともネガティブなことも、平等に描写するというような、俯瞰した視線というか、達観したものの視点を感じます。初期作品に熱狂的な支持があるのも納得ですね。復刻版は懐疑的ではありますが、完全な人形劇再現したやつ、誰か出してくれないですかね。新機関車トーマスみたいなノリで、ご視聴ありがとうございました。